ジンジロゲー、クリスマスー。旦那チャレンジは通常通り油臭いチャンネルです。こんにちは、旦那です。152FMI のクランクシャフト。初期値の精度が気になりますよね。旦那は気になって仕方がないんです。もちろんのことですが、これくらいじゃブレはわかりません。見た目でブレているようでは使い物にならないですからね。さすがにそれくらいは当たり前でした。本当は常磐の上でやることなのですが、常磐など持っていないのと、初期値は参考程度に見たいだけなので、いつもの作業台の上でちょっとだけ遊んでいます。これくらいが旦那クオリティ。ふむふむ。なるほどねー。あくまでも参考ですが、クランクシャフトのブレはこれくらいでした。ジェネレーター側、針の動きが100分の1ミリくらいなので、軸のブレは1000分の5くらいですね。優秀です。クラッチ側、こちらも同様にだいたい1000分の5くらいのブレでした。予想以上に優秀なクランクシャフトでしたよ。きちんと固定しているわけではないので、ただの参考値でしかありませんが、十分すぎる値だと考えています。これでベアリングが信頼できればそのまま使いたかったんですけどね。旦那は中華ベアリングを信用していません。ダイヤルゲージが直角に当たっていない気がしたので再測定。左右のダイヤルゲージを入れ替えてみました。優秀ですねー。このまま使っちゃいたいなー。本当はこのまま使うのが正解なのでしょうねー。しかしそこはほら、ベアリングを交換すべきか悩みどころです。散々悩んでベアリングプーラー登場。やはり国産のベアリングを使いたいと思うんですよね。なんて滑らかーが好きなんです。ただの自己満足だと理解していますよ。以前旦那の不注意で潰してしまったプーラーのネジ山、使えないことないんですが、引っかかりが気になります。そのうち修正しようとアストロプロダクツでネジヤスリを購入していました。どうやって使うのか最初はわかりませんでしたが、なるほど、直角に当てて溝を削る感じなようですね。こんなもんで潰したネジ山の修正ができるのでしょうか。いまいちピンときません。習うより慣れよなので実際にやってみましょう。間違えないようにネジピッチに合う刃を当てがい、ゴリゴリとやってみるだけです。ヤスリは押して削るんでしたっけ。ネジ山が綺麗に見えるくらいまでゴリゴリやってみました。どれくらいやればいいのかは感覚でしかないので説明が難しいのですが、潰した山がなくなるくらいまで削ってみましたよ。こんなもんかな。確認は実際にプーラーを組み立ててみましょう。これはすげえ、めっちゃ楽に入りますよ。今まで山が潰れていたのでねじ込む感じだったのに、今はネジが噛み合っているのがわかります。こいつは優秀な道具をゲットしました。
今まで持っていないのが残念なくらいです。アストロプロダクツでたまに安売りしているので見つけたらぜひ購入しましょう。緩和球台。ベアリングプーラーの修理が完了したので、さっとベアリングを外していきましょう。タイミングスプロケット。中華ベアリング。もう一個。これでベアリング2個とスプロケットが外せました。クランクベアリングだけは旦那の技術では交換ができないので、残念ながらそのまま使います。C&U ってメーカーの6304ベアリング。このメーカーは日本の大手企業とも取引しているようなので、一概にダメなベアリングというわけではないのかもしれませんが、旦那的にいまいち信用していません。手に取って回してみると結構滑らかに回りますが、回転に対する抵抗は国産に比べ大きい気がします。気分的なものが大きいのですが、やはりベアリングは NTN を使いましょう。用意したのはいわゆる一般的な開放型のベアリングです。NTN6304 ベアリング定価950円。おそらく近所の大手ホームセンターで購入可能です。何度やっても焼き場目がうまくいかないので、今は迷わず12トンプレスを活用します。プレスのしすぎ注意。いい感じに入りました。プレスを使う最大の利点は、タイミングスプロケットの向きを確実に合わせることができます。ウッドラッキーとスプロケットの谷を合わせ、このままはめ込むだけです。今の状態でいくらでも向きの調整ができますよ。納得いくまでやっておきましょう。あとはちゃちゃっとプレスするだけ。ベアリングの交換が完了しました。清掃と注意をしておいて。現状確認。笑うほどブレブレですねー。ベアリング交換やらない方が良かったかもー。ブレている頂点をマークして。頭の中でクランクシャフトのねじれを再現中。イメージが湧くまでやります。なるほどこんな感じかな?クランクピンの近くを、ねじれが取れる方向に叩いていきます。どれくらい叩けばいいのかは未だ錯綜中。わからないので叩いたらすぐに測定。あれ?ブレが大きくなった気がします。間違えて反対方向を叩いちゃったのかな?ジェネ側が現状100分の6くらいですね。クラッチ側で100分の5くらいです。ねじれをイメージしながら叩き直し。素人作業なんてこんな感じなんですよ。100分の2くらいまで来ましたね。クランクのブレはメーター読みの半分なのでもう少しで1000分台に入ります。ここまで2時間くらいやっていたのは秘密です。クラッチ側。こちらもメーター読みで100分の2くらいです。もう少しだと自分に言い聞かせながら追い込んでみましょう。再計測。あれ?叩くの逆だったようです。どうしてもまだ間違えてしまいます。メーター読みで100分の2以下に入りました。クランクのブレが1000分台に入ったってことですね。クラッチ側は、100分の2をちょっと超えていますね。かなりドツボにはまっているので、撮影のことを忘れています。中華エンジンのクランクシャフトは予想以上に精度の高いものでした。旦那的にベアリングを信用できなかったので交換しましたが、実はやらない方が良かったのではと今は考えています。中華ベアリングも一時に比べ精度が上がっているのか、多くの日本のメーカーに納品されているようです。旦那は趣味でやっているので大好きな国産メーカーに交換しています。
しかし手間を考えるとおすすめはできないですね。趣味全開なクランクベアリング交換。やるのであれば全力でやりますよ。最終メーター読みの値は、ジェネ側100分の 1.5 クラッチ側100分の1でした。おちまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。まだ組み立てしないんです。おもむろにピストンを削っていますよ。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。年末休み中に組み立てできるかな？